キンクスはイギリスのロックバンド。1964年にロンドン北部のマスウェルヒルでレイとデーブのデービス兄弟によって結成された。アメリカ合衆国ではブリティッシュ・インベイジョンのグループの一つとして分類され、当時のロック界に対して重要な影響を与えたバンドとしてみなされる。彼らの音楽は幅広いジャンルの音楽に影響を与え、その中には R&B、ミュージックホール、フォーク、カントリー等が含まれる。レイ・デイビス、デイブ・デイビスは32年に及ぶバンドの歴史において一貫してメンバーであった。他のオリジナルメンバーは、ピート・クーウェイフとミック・エイボリーである。ジョン・ダルトンが1969年にクーウェイフに変わって加入、ボブ・ヘンリットがエイボリーに変わって1984年に加入した。 ダルトンは1978年に脱退、変わって、ジムロッドフォードが加入した。ニッキー・ホップキンスは1960年代中盤のスタジオセッションに参加している。後に様々なキーボード奏者が参加したが、その中では、ジョンゴス・リング、イアン・ギ・ボンズがフルタイムメンバーとして参加した。キンプスの最初のヒット曲は1964年のサードシングル、 例作曲のユーリアリー・ガット・オミギであった。同曲は世界的なヒットとなり、イギリスではチャート1位、アメリカではトップ10を達成した。1960年代中盤から70年代初頭にかけてグループは商業的には成功したものの批判も受けた一連のシングルとアルバムをリリースした。それらの曲及びコンセプトアルバムは、 イギリスの文化およびライフスタイルを強く反映し、例の観察による作曲スタイルは評判が高まった。フェイストゥフェイス、サムシングエルス、g Else、v i ー l ー g ー、Green, a r t マ u r l a u ル a Ty p o といったアルバムおよび一連のシングルは当時の最も影響力を持った作品群と考えられる。キン n スのその後の演劇不コンセプトアルバムは依然と、 クラブス成功しなかったが、バンドは1970年代後半と1980年代初期の復活を経験した。バンヘーレン、ザジャム、ザナック、プリテンダーズといったバンドが、キンクスの曲をカバーし、彼らのレコードセールスを促進した。1990年代には、ブラーやオアシスといった、ブリッドポップバンドが彼らに大きく影響を受けたと語っている。 キンクスは1996年に解散した。原因は、末期のアルバムの商業的失敗及び、デイビス兄弟の作曲に関する緊張関係であった。アメリカのビルボードチャート5作のシングルをトップ10に送り込んだ。また、アルバム9作がトップ40に入った。イギリスでは17曲がトップ20シングルに入り、5作がトップ10アルバムとなった。 4つのアルバムが RIAA のゴールドアルバムとなる。数々の栄誉からイギリス音楽界に対する顕著な功績を与えたことでアイバーノ・ノベロ賞を受賞した。1990年にはロックの殿堂入り、2005年11月にはイギリス音楽の殿堂入りを果たした。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第65位。 デイビス兄弟が幼少時に暮らした家デイビス兄弟は、ロンドン北部郊外のイーストフィンチリーに生まれる。一家の8人の子供の中で下からの2人の男の子で、上の6人は女の子であった。父親のフレデリック・デイビス及び母親の兄は、間もなく、マスウェル・ヒルに隣接する、郊外地、フォーティス・グリーンのデンマークテラス6番地に転居する。兄弟は、両親の世代が親しんだ。 ミュージックホールやジャズ、姉たちが楽しんだ初期のロックンロールまで様々な音楽に没頭することとなった。特に彼らの家のフロントルームで行われた、徹夜のパーティーは兄弟に深い印象を与えた。トーマス・キットは、これらのパーティーはキンクスに非常に影響を与えている。ステージでの例は、カオスやビール、歌があった、土曜の夜のファミリーパーティーを再現しようとしているように、見えた。 と記している。レイは3歳年下のデーブとギターの演奏を学び、共にスキッフルやロックンロールを演奏した。兄弟は、ウィリアム・グリム小セカンダリーモダンスクールに入学し、そこで、レイの友人、ピート・クーエイフ、クーエイフの友人ジョン・スタートと共に、レイ・デービス・カルテットを結成する。バンドは、学校のダンス界で、デビュー、好評を博し、そのことに勇気づけられて、 ハブやバーでの演奏を始めた。バンドでは何人もボーカリストが交代したが、その中で最も有名になったのは、ロッド・スチュワートである。スチュワートは、グリムショーの生徒であり、1962年初頭に、少なくとも一度は、演奏に加わっている。スチュワートは、間もなく、自身のグループ、ロッド・スチュワートザ・ムーン・レイカーズを結成し、 地元におけるレーデービスカルテットのライバルとなった。1962年末に、レイは自宅を離れ、ホーンジーカレッジオブアートに入学する。彼は、映画、美術、演劇、さらにジャズや、ブルースなどの音楽に対しても、関心を持って追求した。12月にアレクシスコーナー率いる、ブルースインコーポレーテッドが学校で演奏を行った、時、レイは、 アレクシスコーナーにアドバイスを求めた。彼は例にヤードバーズの前任マネージャーだったジョルジオ・ゴメルスキーを推薦した。こうして例は双方を拠点としてジャズやリズムブルースを演奏したプロのバンド、デイブ・ハントバンドに加わった。数日後の大晦日、例、デイビス・カルテットはライセウム劇場でバイオリニストのシリル・ステープルトンのサポートとして演奏した。 彼は、レイ・デイビス・カルテットに残りながら、チャーリー・ワッツが一時的に、ドラムとして加入していた、デーブ・ハント・バンドにも参加した。1963年2月、レイは、ピーター・バーデンスがピアニストとして在籍していた、ハミルトン・キング・バンドに入るために、デーブ・ハント・バンドを脱退した。春季の終わりに彼は、ホーン・ジー・カレッジ・オブ・アートを去り、 公立美術学校のセントラルスクールオブアートデザインに映画を勉強するために入学した。この頃、彼らは名前をラムロッズに変えた。令和1963年のバレンタインデーにホーンジータウンホールで行われたまだ駆け出しの頃のキンクスの大切な最初のギグについて言及している。その後、ハミルトンキングバンドは解散したがラムロッズは活動を続け、 ボウィービルズなどに名称を変え、最終的に、レイブンズに落ち着いた。結成間もないグループは、マネージャー2名、グレンビル・コリンズとロバート・ウェイスを雇い、1963年後半には、元歌手のラリー・ページを3人目として雇った。アメリカ人のレコードプロデューサー、シェル・タルミーが共に働くようになり、ビートルズのプロモーター、 アーサー・ハウズがレイブンズのショーのスケジュールを管理するために残された。バンドは1964年初めまで様々なレーベルのオーディションに失敗したが、タルミーがパイとの契約を取りまとめた。この期間に彼らは新たなドラマー、ミッキー・ウィレットを加入させたが、ウィレットはバンドがパイとの契約にサインをする前に脱退した。レイブンズは メロディーメーカー誌に掲載されたミック・エイボリーの広告を見て彼をウィレットの後任として招き入れた。エイボリーはジャズ出身のドラマーで結成間もないローリングストーンズとのステージを一度経験していた。この頃バンドは名前をザ・キンクスに変えることを決めた。その由来については様々な説がある。ジョン・サベージは彼らは 注目を集めるための何かが必要だった。それが、キンキネス・キンキーネスから、変態という意味のキンクスは話題に飛んでいていたずらな、名前だが、許容できるものだった。彼らはキンクスを名前に採用したとき、暴挙を通して有名になるという、昔からのポップスの習慣に沿っていた、と分析している。マネージャーのロバート・ウェイスは、私の友人は霊たちのバンドが、 かなり面白いと思っていた。私の記憶が正しければ、彼はバンドをアピールするのに、良い名前を思いついた。私たちが、バンドのメンバーにその名前を伝えたとき、彼らは、完全にゾッとして、僕たちは変態だとは呼ばれたくない。と言った。と語っている。ただ、例と、ウェースでは、見解が異なっている。例は、ラリーページが、君たちの見た目、着ている服から、 キンクスと呼ばれるべきだ。と語り、彼らの変なファッション感覚から思いついたとしている。また例は、僕はその名前を本当に好きだと思ったことは一度も、ない。と述べている。キンクスのデビューシングルは、リトル・リチャードのカバー、ノッポのサリーであった。バンドの友人であったボビー・グラハムが、ドラムを、レコーディングでプレイしている。 彼はその後も時折エイボリーの代役として、スタジオでの録音に参加し、初期の、ユーリアリー・ガット・ミーや、オール・オブ・ザ・ナイト、ウェーティング・フォー・ユーなどのシングル数枚に、そのプレイが収められている。ノッポのサリーは1964年2月に、リリースされたが、マネージャーによる広告の努力にもかかわらず、全くヒットすることはなかった。セカンドシングル、ユー。 スティル・ウォンとミーはチャート落ちし、パイは3枚目のシングルがヒットしなかったら、契約を破棄すると脅かした。1964年6月15日、パイのスタジオでレイは、アメリカのブルースやキングスメンの、ルイルイに影響され、ユーリアリー・ガット、ミーをレコーディングした。しかし最終的にリリースされるテイクより、テンポも遅く、満足のいかないものだった。レイは、 無駄のないセッションで再録音を要求したが、パイはこのセッションへの資金提供を拒否した。だが彼は譲らなかったので、プロデューサーのタルミー自身がこのセッションを引き受けることにした。バンドは IBC スタジオで7月15日に2つのテイクを録音した。こうして8月に You re really a got me? はリリースされた。レディステッディゴーでの演奏や、 広範囲な海賊ラジオの放送で8月15日にはチャート入りし9月19日に全英ナンバーワンを獲得した。急いでリプリーズレコードよりアメリカでリリースされアメリカでもトップ10のヒットとなる。ディストーションの効いたギターリフはデーブによって彼のエルピコアンプの傷つけられたスピーカーコーンから発せられ荒々しいギターサウンドを印象づけた。 ユーリア・リー・ガット・ミーはアメリカのガレージロックシーンに大きな影響を与えハードロックとヘビーメタルの設計図となった曲と言われた。同曲のリリース後間もなく彼らはデビューアルバムとなるキンクス・ヨーの曲を録音した。カバー曲とアレンジされたトラディショナルな歌が多数収められたデビューアルバムは1964年10月2日にリリースされ。 イギリスでチャート4位を達成した。3週間後にオリジナルで、ハードな、オール・オブ・ザ・ナイトが、フォースシングルとしてリリースされ、イギリスで2位、アメリカで7位を獲得した。次のシングル、セット・ミ・フリー、ウェイティング・フォー・ユーもヒットし、後者は、イギリスのシングルチャートで1位を獲得した。キンクス、1965年スウェーデンツアーで1965年4月、キンクスは、 初のオーストラリアニュージーランドツアーをパッケージツアーの一部として行った。同行ミュージシャンはマンフレッドマンとハニカムズであった。徹底的な演奏スケジュールが組まれ、年間を通して様々なパッケージツアーを行い、ヤードバーズやミッキー・フィンといったミュージシャンと共にヘッドラインを飾った。5月19日、カーディフのキャピトルシアターでのステージで、デーブとミックが 乱闘騒ぎを起こし、バンドに緊張が走った。一曲目の、ユーリアリー・ワット、ミーが終了すると、デーブがミックを侮辱し、ドラムセットを蹴り倒した。ミックはこれに応じて、ハイハットのスタンドで、デーブを殴って、意識不明にした。彼はデーブを殺してしまったと思い、現場から逃走した。デーブは、カーディフ王立病院に運び込まれ、頭を16針縫うこととなった。 ミックは後に警察に釈明するため、バンドのメンバーがお互いに楽器を投げつける新しいパフォーマンスを行った際のトラブルであったと主張した。年号に行われたアメリカツアーの後、米国音楽家連盟は続く4年間にわたって、キンクスがアメリカで演奏活動を行う許可を与えないこととした。事実上、ブリティッシュインベージョンが最高潮に達する中、 ロックの主要市場から、キンクスは断ち切られることとなった。キンクスも音楽家連盟も演奏禁止の理由を明かさなかったが、当時それは彼らが、ステージ上で粗暴な振る舞いを続けた結果と考えられた。1965年、ディック・クラークの、ホエアジアクション・イズの収録が、アメリカでの演奏禁止を招いた、ともされている。例は、自伝で次のように改装している。 僕たちは、ディック・クラークから、ビートルズの後追いに過ぎないと非難された。それから彼はブリーティッシュ・インベイジョンに対して、ビートルズが成功したのをいいことに、イギリスのマッシュルームカットで、ニキビ顔の少年たちが、アメリカでキャリアを積むことができると思っている。と言って批判した。このような攻撃を受けて、AMF は彼らをアメリカから追い出した。バンドはオーストラリア及びアジアツアーの間に、 インドのボンベイに立ち寄った。例はその時の体験をもとに、シーマイフレンズを書き、同曲は1965年7月にシングルとしてリリースされた。これは初期のクロスオーバーの一例で、インドの伝統音楽の影響を受けた最初のポップソングの一つだった。例は自助伝 X レイにおいて、早朝の散歩の間に地元の漁師の歌を聴き、それが、 シーマイ・フレンズを書くきっかけとなったと語っている。僕は起きて、浜に行き、地元の漁師がやってきたのを覚えている。遠くで聞こえていた漁師の演唱が、徐々に近づいてきて、網を運んでくる様子を見ることができた。僕はオーストラリアに着くと、多くの曲を書き、シーマイ・フレンズはその一つだった。音楽師家ジョナ・サンベルマンは、シーマイ・フレンズが、同時代のミュージシャンに、 大きな影響を与えたと主張する。またビートルズのノルウェーの森がポップソングとして初めてシタールが使用された曲であったが、キンクスのシーマイフレンズがリリースされた後に録音されたとも書いている。ザフーのピート・タウンゼントも影響を受けたと言及しシーマイフレンズを聞いたとき、神よ彼がまたやった新しいものを発明したと思った。 最初の合理的な持続低音の使用を例であり、ビートルズがやったより、はるかに早く、はるかに良かった。それは、東洋のサウンドというよりも、ヨーロッパのサウンドだった。しかし、力強く、正当な東洋の影響を受け、ヨーロッパの民族音楽をルーツに持つものだった。と書いた。1960年代に、キンクスやビートルズ、ザフーと、友人関係にあった。 バリーファントには、私は、シーマイフレンドを鮮やかに覚えていて、注目に値するポップスだと思う。夜、ビートルズのメンバーと共に、グラムフォンの周りで、ダラダラとこの曲を聴いた。このギターは、シタールのように聞こえる。そこからアイデアを得ないといけない。って話しながらね、と言っている。それまでのポップスから急激に離れた、シーマイフレンドは、 アメリカでは不評であることが判明し、イギリスでは11位を達成したが、アメリカでは111位と失速した。60年代に R&B スタイルと呼ばれる、荒々しいサウンドを持ったバンドはほんの少ししかなかった。ヤードバーズ、僕たちキンクス、プリティシングスもそうだった。デイブ・デイビス、オースティン・クロニクル氏とのインタビューセカンドアルバム、カイン・ラ・キンクスのレコーディングは、 アジアツアーからの帰国後翌日から即座に始まった。同作12曲中の10曲はオリジナルであり、2週間以内にリリースされた。例によると、バンドは最終的なカットに完全に満足したわけではなかったが、レコード会社からの圧力により、ミックスにおける欠点を修正するための時間はなかった。例は後にもっと注意を払うべきだった。 プロデューサーのシェル・タルミーは、荒々しいエッジを維持しようとして、あまりにも行き過ぎていたと思う。ファーストアルバムよりは、良い曲があったが、もっと良い,いものにできたと思う。と不満を表現した。重要なスタイルの変化は1965年、後半の、well、ウェル・リスペクテッド・マン、キザなやつといった、シングル、サードアルバム、キンク・コントラバーシーで明らかになった。 セッションミュージシャンのニッキー・ホップキンスが初めてキーボードで参加した。これらの作品は例の作曲スタイルの進化を示すものであった。ハードなロックナンバーから社会風刺に富観察と特有の人物描写がされ、すべてにユニークなイギリスの風味がまぶされた作品群であった。皮肉が散りばめられたサニー・アフタヌーンは1966年夏の イギリスにおける最大ヒットとなり、ビートルズのペーパーバックライターに代わってチャート1位を獲得した。キンク・コントロバーシーリリース前、レイはツアーと作曲のプレッシャー、進行中の法廷闘争による神経症に苦しめられた。休養回復の間に彼はいくつかの新曲を書き、バンドの方向性を熟考した。クー・エイフは交通事故に遭遇し、 回復後は1966年の活動から、退くことを決定した。ジョン・ダルトンが代役として加入し、クーエイフが復帰する年末まで活動した。サニー・アフタヌーンは、アルバム、フェース・トゥ・フェースのための先行試験作であり、例の人々と日常生活に対する、優しいながらも鋭い観察眼による、作曲能力の向上が顕著に示された。 ニッキー・ホップキンスがセッションに復帰、様々な鍵盤楽器を担当し、その中にはハープシュコードも含まれた。彼は続く2作にも参加し、BBC でのライブ演奏にも参加、その後1968年にジェフ・ベックグループに加わった。フェイス・トゥ・フェイスはイギリスで1966年10月にリリース、好意的に受け取られ8位を獲得した。 アメリカでは12月にリリース、ビルボード市では潜在的なチャートウィナーであると評されたが、135位に達しただけで、アメリカ市場でのバンドの人気低落の兆候が示された。続くシングル、危険な街角は社会批判作であり、1966年11月にリリースされ、イギリスでは、 トップ10に入るヒット作となったものの、アメリカでは73位にしか達しなかった。メロディメーカー氏のボブ・ドー・バーンは、例の作曲能力を、いくつかの素晴らしい歌詞と驚くべきメロディが組み合わされ偉大な作品が作られたと称賛した。評論家のジョニー・ローガンは、ドラマなきキッチンシンクドラマ、労働者階級の銀翼主義の性的な展望と、評した。この曲には、 バンドの初のプロモーションフィルムが制作された。フィルムは、ロンドン北部、ケンティッシュタウンのハイゲートロードに位置する18世紀からの小さな通り、リトルグリーンストリートで撮影された。続くシングル、ウォータールーサンセットは1967年5月にリリースされた。この歌詞は、物揚げな観察者が、 ウォータールー駅で出会った一組の恋人たちを眺めている様子を描写している。この曲は当時の映画俳優、テレンス・スタンプとジュリー・クリスティのロマンスにインスパイアされたものだと噂された。例は自助言の中でこれを否定し、2008年のインタビューでは、それはボーイフレンドと共に新世界へ旅立つ、僕の姉に関するファンタジーで、彼女らは他国に、 海外移住するつもりだった。と語っている。複雑なアレンジメントにもかかわらず、ウォータールーサンセットのセッションは、ほんの10時間で完了した。デーブは後に、僕らは違ったギターの音を得るために、もっと面白いフィーリングを得るために、たくさんの時間を費やした。結局僕らは、テープディレイによるエコーを使ったが、1950年代以来、誰もそれを使用していなかったから、 それは新しく聞こえた。僕はスモールフェイセスのスティーブ・マリオットがやってきて、どうやってその音を得たのか尋ねたのか覚えている。僕らはしばらくトレンディになったのさ、と語っている。この曲は、キンクスのイギリスにおける最大ヒットの一つであり、彼らの最も人気が高くよく知られた曲となった。音楽ジャーナリストのロバート・クリスト・ゴーはこの曲を、 最も美しい英語の歌と呼んだ。オールミュージックの編集長、スティーブン・トーマス・アルワインは、おそらくロックンロール時代の最も美しい歌に、この曲を挙げた。オランダのテレビ局で、1967年4月。レイ・デイビスは、フェンダーのアコースティックギターを使用している。デイブ・デイビスは、ギブソン・フライング・ブイの試作モデル、シグネチャーモデルを使用している。 1967年のアルバム、サムシング・エルス収録曲は、フェイス・トゥ・フェイスに比べると音楽的に発展し、バンドのサウンドには、ミュージックホールの影響が見られるようになった。デーブは、収録曲、同化師の死でイギリスにおけるチャート上の成功を得た。同曲は、レートの共作でキンクスと共に録音したが、デーブのソロシングルとしてリリースされた。しかしながら、 全体的に見て、アルバムの売り上げは期待外れであり、ニューシングル、オータム・オルマナックのリリースが急がれることとなり、10月前半にリリースされた。ミスター・ Mr. プレザントに次いでリリースされた、オータム・オルマナックはすぐにトップ5のヒットとなった。アンディ・ミラーは成功したにもかかわらず、同シングルはバンドの経歴における転機になったと指摘する。 同曲は続く3年間における最後のイギリスでのトップ10ヒットであった。振り返ってみれば、オータム・ウォル・マナックは、キンクスの問題の最初のヒントを示していた。この荘厳なシングルイギリスの60年代ポップスの最大級の実績の一つ体は、以前のデイビスの作品と同様すぎると当時広く批評された。メロディメーカー氏のニック・ジョーンズは、これは例が、 灰色の郊外居住者が営む彼らのかなり立地的な、毎日の生活に関する曲を書くのをやめた時なのか。例はフィーリングではなく、公式で作曲している。そして、かなり退屈になっている。と尋ねた。DJ のマイク・アハーンはこの曲を、たくさんの古いゴミと呼んだ。デーブの第2弾、ソロシングル、スザンナズ・スティル・アライブは11月24日に、 イギリスでリリースされた。売り上げは控えめに見ても5万9000枚であったがトップ10に達しなかった。ミラーは年末までにキンクスは急速にファッションから取り残されていった。と述べた。ワンダーボーイがヒットシングルのようには聞こえなかったので皆は慌てていた。マネージャーとエージェントのダニー・デテッシュの間にはバンドはもう長くないという感覚が確実にあった。 レコードが飛んでいるバックステージにやってきたダニーは、さて、君らは、よくやってきた。よく楽しんでるよ。と言った。まるで僕らにとってそれが終わっているかのように。レイ・デイビス、1960年代のバンドの人気低落時、ワンダーボーイと、キャバレーツアー1968年早くからバンドは、ライブツアーを取りやめ、代わりに、スタジオでのレコーディングに焦点を合わせた。 バンドには、自らの作品をプロモートする材料がほとんどなく、その後のリリースはほとんど成功しなかった。次のシングル、ワンダーボーイは1968年の春にリリースされたが、36位で失速し、バンドにとって、イギリスでトップ20に達しなかった、最初のシングルとなった。それにもかかわらず、ビートルズのジョン・レノンはこの曲をお気に入りとした。例によれば、 誰かがクラブでジョン・レノンを見かけ DJ にワンダーボーイをかけ続けるよう頼み続けた。しかしながらバンド自身のこの曲に対する評価は低い。ピート・クー・エイフは後にそれが嫌いだった。それはものすごかった。キンクスの人気低下に直面しながらも例は商業的ヒットを起こし続けるための莫大に需要に反する。 自身の深く個人的な作詞作曲スタイルを追求し続け、バンドは例が、ビレッジグリーンと呼ぶ、ゆっくり展開しているプロジェクトに集中し、スタジオに時間を捧げ続けていた。バンドの商業的地位を回復させる試みとして、マネージャーは4月に1ヶ月間のパッケージツアーを企画し、スタジオからバンドを引き出そうとした。会場は主に、キャバレーとクラブであった。 ヘッドライナーは、ピーター・フランプトンのバンド、ハードであった。一般的に、ティーニー・ボッパーたちは古くて、退屈なキンクスを見に来たのではなく、彼女らは我慢しながら、ウィーオンとザ・ハードのコールを、キンクスの短い演奏時間中に続けていた。とアンディ・ミラーは論評した。ツアーは過酷で、ストレスの多いものであった。ピーとクー・エイフは、それは、非常に、無味乾燥で、 退屈で単純な雑役だった。僕らは20分だけの演奏時間であったが、ステージに立って3連符を何度も何度も演奏し、それは僕を反響欄にした。と回想している。6月末に、キンクスは、シングル、デイズをリリースし、つかの間の復活を果たした。例は、僕はその曲をフォーティスグリーンで最初に演奏し、それを録音したのを覚えている。と語っている。 僕は、ローディのブライアンと、彼の奥さん、二人の娘とそれを演奏した。彼らは、曲の終わりで泣いていた。ウォータールーに行って、日没を見たように本当に素晴らしかった。それはさよならを誰かに言って、次に実際に孤独になったことを恐れに感じている、ようだ。デイズは、イギリスで12位に達し、数カ国で、トップ20のヒットとなったが、アメリカでは、チャートインしなかった。 ビレッジグリーンは結局1968年後半にビレッジグリーンプリザーベーションソサエティとしてイギリスでリリースされた。イギリスの街と村落生活をテーマとした描写の収集であり、それは2年前から作られ録音された曲からなった。それはイギリスとアメリカのロック評論家からほとんど満場一致で高い評価を受けてレビューが紹介されたが、 売上はそれほど伸びなかった。アルバムの初期の商業的失敗の原因の一つは人気のあるシングルが不足していたことであった。本作にはある程度の成功を収めていた Days は収録されなかった。Star's Track は北米及びヨーロッパでリリースされたが成功しなかった。商業的には失敗した Village Green であったが 1969年1月にアメリカでリリースされるとアンダーグラウンドのロック雑誌には受け入れられ、キンクスはカルト的バンドとしての人気が高まることとなった。ビレッジボイス髪の新編集長、ロバート・クリスト・ゴーは今までのところの年間最優秀アルバムと本作を表した。ボストンのフュージョン髪はキンクスは恋難。 悪意を持つプレスとそれらに示された多くにもかかわらず伝わり続ける。彼らの粘り強さは威厳があり、その気によくは美徳である。キンクスは今だけ現代のドレスをまとい永遠である。というレビューを掲載した。しかしながら本作も批判から逃れることはできなかった。学生新聞カリフォルニアテック紙ではあるライターが感傷的なロック。 想像力にかけ不十分にアレンジされたビートルズの貧しいコピーと論評した。本作はリリース当初世界中での売り上げはわずか約10万枚であったが、その後キンクスのベストセラーアルバムの最初の1枚となった。本作は現在も高い人気を維持し、2004年には3枚組のデラックス版が再リリースされた。収録曲の一つ絵本は ヒューレット・パッカードの CM に採用され、本作の人気を高めるのに貢献した。新加入したジョン・ダルトンと、1969年、左から、デイブ・デイビス、レイ・デイビス、ダルトン、ミック・エイボリー1969年前半、クー・エイフは、バンドに脱退を告げた。他のメンバーは、彼の言葉を真剣に受け止めなかったが、クー・エイフが、 キンクスのメンバーに告げずに結成した新バンドメープル多くの記事がニューミュージカルエクスプレス紙の4月4日号に掲載された。レイは自作のセッションのために戻ってくれるようクーウェイフに嘆願したが彼はそれを拒絶した。レイは直ちにジョン・ダルトンを呼び出した。ダルトンは過去にフェイストゥフェイスの頃にクーウェイフの代理を務めたことがあった。 ダルトンは1977年のスリープウォーカーリリースまでバンドと共に活動した。レーデイビスは1969年4月にロサンゼルスを訪れ、アメリカ音楽家連盟によるキンクスの活動禁止の終了を交渉するのを手伝い、彼らがアメリカでのツアーに戻る機会を開いた。バンドのマネジメントはアメリカのポップミュージックシーンでの地位を回復するために、 すぐに北米ツアーを計画した。アメリカに戻る前に、キンクスは、アルバム、アーサー、もしくは、大英帝国の衰退並びに、滅亡を録音した。前の2作と同様に、アーサーは、特徴的なイギリスの叙情的で、魅力的なフレーズに基づいていた。本作は、ささやかな商業的成功であり、アメリカの音楽評論家から好評を博した。 提案されたが実現しなかったテレビドラマのスコアとして考案された本アルバムはデイビス兄弟の子供時代のテーマを中心に展開された。兄弟の姉、ロージーは1960年代初頭に夫のアーサー・アニングと一緒にオーストラリアに移住した。アーサーはアルバムタイトルの由来となり、彼は第二次世界大戦中に成長した。 キンクスは1969年10月にアメリカツアーに乗り出した。しかし、彼らは協力的なプロモーターや関心のある聴衆を集めるのに苦労し、ツアーは失敗に終わった。予定されていたコンサートの日程の多くはキャンセルされた。しかし、バンドはフィルモアイストやウィスキーやゴーゴーなどのいくつかの主要な会場で演奏することができた。 バンドは1970年初頭にキーボード奏者のジョン・ゴスリングをラインナップに加えた。それまでニッキー・ホップキンスが例と一緒のセッションでキーボードを演奏していた。1970年5月、ゴスリングはローラ・デキンクスと共にデビューした。これは副総当作者との混乱したロマンチックな出会いの曲であり、イギリスとアメリカで共にトップ10ヒットとなり、 キンクスが再び世間の注目を集めるのに役立った。歌詞にはもともと、コカ・コーラという言葉が含まれていたが、BBC は、プロダクトプレイスメントに対するポリシーに反しているとして、この曲の放送を拒否した。レイ・デービスは、曲の一部を急いで差し替え、問題の行は、一般的な、チェリー・コーラに変更されたが、ライブではまだ、コカ・コーラが使用された。ローラは、 両方のバージョンの録音が存在する。アルバム、ローラ対パワーマン、マネーゴーラウンド組、第1回戦は1970年11月にリリースされた。これは重要かつ商業的な成功であり、アメリカでトップ4 2にランクインし、1960年代半ば、以来最も成功したアルバムとなった。ローラの成功後、バンドは1971年に、 パーシーをリリースした。これは、陰形移植に関する同名の映画の、サウンドトラックアルバムであった。主にインストルメンタルで構成された、このアルバムは、否定的なレビューを受けることとなった。バンドのアメリカにおけるレーベルである、リプリーズは、本作のアメリカでのリリースを拒否し、バンドのレーベルからの離脱につながる、大きな論争を引き起こした。アルバムのリリース直後に、 キンクスとパイ、リプリーズとの契約は執行した。キンクス、1971年頃左から、ジョン・ゴスリング、デイブ・デイビス、ミック・エイボリー、ジョン・ダルトン、レイ・デイビス1971年の終わりまでに、キンクスは、RCA レコードと5枚のアルバム契約を結び、100万ドルの前払い金を受け取った。これは、独自のレコーディングスタジオである、 コンク建設の資金として役立った。RCA でのデビューとなるマスウェル・ヒル・ビリーズは、ミュージックホールや伝統的なアメリカの音楽スタイル、カントリーやブルーグラスなどの影響を受けていた。前作ほど成功しなかったものの、それは彼らの最後の偉大な作品として、しばしば評価される。タイトルは、デイビス兄弟が育ったマスウェル・ヒルにちなんで名付けられ、 労働者階級の生活とデイビスの子供時代に焦点を当てた歌曲が含まれていた。マスウェル・ヒルビリーズは肯定的なレビューと高い期待にもかかわらず、レコードワールドのチャートで48位、ビルボードのチャートで100位が最高位であった。1972年にはカーネギーホールでのニアのライブとスタジオで収録された曲で構成された2枚グミアルバム。 この世はすべてショービジネスがリリースされた。このアルバムにはバラードセルロイドの英雄とカリブ海をテーマにしたスーパーソニックロケットシップが含まれ、これらはイギリスでトップ20を記録した最後の曲であった。セルロイドの英雄は死んで消えていくハリウッドスターに対するほろ苦い半数であり、ナレーターは彼の人生が映画のようであることを望んでいると宣伝している。 セルロイドの英雄は決して痛みを感じない。セルロイドの英雄は私の中で生き続ける。アルバムはアメリカで好評を博し、レコードワールドで47位、ビルボードで70位に達した。本作は、バンドの1970年代初頭のロック作品と、次の4年間に没頭した、ロックオペラとの間の意向を示している。1973年、レイ・デイビスは、 初期のビレッジグリーンプリザーベーションソサイティ精神のより野心的な成長から始まった社会革命の広大な年代記であるロックオペラ、プリザーベーション、そしてバンドの演劇スタイルに真っ向から飛び込んだ。プリザーベーションプロジェクトに関連してキンクスのラインナップはホーンセクションと女性バックコーラス歌詞を含むように拡張され基本的に演劇団のように再編成された。 この時期のレイ・デイビスの結婚問題はバンドに悪影響を及ぼし始めた。特に1973年6月に妻のラサが子供を連れて彼の元を去った後、レイはひどく落ち込んだ。それはキンクスがホワイトシティスタジアムで7月に開催するコンサートの準備、本番の最中の出来事であった。彼は聴衆に全てにうんざりしているといい。 演奏を取りやめた。その後、彼は薬物の過剰摂取後に倒れ、病院に運ばれた。レイ・デイビスが一見危機的な状況にある中、最悪のシナリオとしてデイブがフロントマンとして継続する計画が議論された。レイは自身の体調不良と鬱病から回復したが、キンクスの演劇スタイルを通して、バンドの出力は不機密なままであり、 彼らのすでに衰退している人気はさらに低下した。ジョン・ダルトンは後に、レイが、再び働くことを決心した時、彼が完全に優れているとは思わない。それ以来、彼は別の人物であるとコメントした。プリザベーションシリーズのアンチヒーロー、フラッシュを演じるレイ・デイビス、プリザベーション第一幕及び、プリザベーション第二幕は、一般的に評価はかんばしくなかった。 ストーリーには、ミスター・フラッシュと呼ばれる、アンチ・ヒーローと、彼のライバルであり敵である、ミスター・ブラック、超純粋主義者であるコーポラティストが登場した。プリザベーション・ライフ・タマクは、コンクスタジオで録音された、最初のアルバムであった。この時点から、事実上すべてのキンクスのスタジオアルバムは、レイ・デイビスの手によって、コンクスタジオで制作された。 バンドは1974年後半を通して野心的なアメリカツアーに乗り出し、プリザベーションのストーリーをステージに適用させた。音楽学者のエリック・エイスバードは、デイビスはキンクスを、おそらく十数人の衣装を着た、俳優、歌手、本奏者のロードグループに拡大した。レコードよりも、スムーズで、タイトな、プリザベーションのライブもおかしなものであった。と語った。例は、 グラナダテレビでスターメーカーと呼ばれる別のプロジェクトを開始した。レイが主演し、キンクスがバックアップバンドとその他のキャラクターを演じた。放送後、このプロジェクトは最終的に1975年5月にリリースされたコンセプトアルバムソープオペラとなった。レイはロックスターが普通のノーマンと立場を交換し、9時から5時までの 仕事をした場合に何が起こるかを想像した。1975年8月、キンクスは彼らの最後のコンセプトアルバム、不良少年のメロディ愛の無知への傾向と対策を録音した。これはプリザベーションのミスターフラッシュの伝記の裏話であった。このアルバムはささやかな成功となり、ビルボードチャートで最高45位を記録した。 RCA との契約が終了した後、キンクスは1976年にアリスタレコードと契約した。アリスタの経営陣の励ましにより、彼らは5人のコアグループに戻り、アリーナロックバンドとして生まれ変わった。ジョン・ダルトンはアリスタでのデビューアルバムのセッションを終える前にバンドを去った。彼の代わりにアンディ・パイルが加入し、セッションの完了と次のツアーに貢献した。 1977年にリリースされたスリープウォーカーはビルボードチャートで最高21位を記録しグループの成功への回帰を示した。同作のリリースと次回作ミスフィッツのレコーディング終了後にアンディ・パイルとキーボーディストのジョン・ゴスリングがグループを脱退。彼らは別のプロジェクトに共に取り組んだ。 ミスフィッツは1978年5月にリリースされた。収録曲のロックンロールファンタジーはアメリカでトップ40のヒットとなり、アルバムをバンドにとっての別の成功に導いた。シングルファーザークリスマスは現在でも人気の曲である。セッションドラマーのヘンリー・スピネッティのドラムとデイブ・デイビスのヘビーなギターに借り立てられる同曲は主流のラジオで、 古典的な季節のお気に入り曲となった。アルバム発表後のツアーでは、バンドは、元アージェントのベーシストであるジムロッド・フォードと、元プリティシングスのキーボード奏者である、ゴードン・エドワーズを採用した。エドワーズはすぐにレコーディングセッションに参加できなかった、ためにバンドを解雇され、1979年の、ローバジェットは4人で制作、例がキーボードを担当した。 アルバム発表後のツアーで、イアン・ゲ・ボンズが起用され、その後正式メンバーとなった。メンバーの入れ替わりがあったにもかかわらず、バンドのレコードやライブの人気は高まり続けた。1970年代後半から、ザ・ジャム、プリテンバーズ、ロマンティックス、ザ・ナックラが、キンクスの曲をカバーし、グループの新作に注目を集めるのに貢献した。1978年、 バンヘイレンはユーリアリー・ガットミーをカバーしアメリカでトップ40のヒットを記録バンドの商業的復活を後押しした1979年にリリースされたローバジェットのハードロックサウンドは同作をキンクス2枚目のゴールドアルバムとしアメリカで11位を記録最もチャートの高い順位を記録したオリジナルアルバムとなった 1980年にバンドの3枚目のライブアルバム One for the Road が同タイトルのビデオと共にリリースされバンドのコンサートに引きつける力のピークに達しそれは1983年まで続いたデイブ・デイビスはまたバンドの改善された商業的成功を利用してソロアルバムをリリースするという10年にわたる野心を実現した1枚目は1980年の デイブ・デイビスであり、同作のジャケットは、自身の肖像で顔の部分が、バーコードになっているものであった。このアルバムは、カタログ番号の、AFL1 から3603としても知られる。2枚目は1981年の、グラマーであり、これはあまり成功しなかった。次のアルバム、Give the People What They Want は1981年。 後半にリリースされ、アメリカで15位に達した。このアルバムは、ゴールドアルバムを獲得し、イギリスでのヒットシングル、ベッター、シングスとグループの主要なメインストリームロックのヒットで、ある、デストロイヤーをフィーチャーした。アルバムのプロモーションで、キンクスは1981年の終わりから1982年の大半にかけて、精力的にツアーを行い、オーストラリア、日本、 イギリス、アメリカでは、複数回のソールドアウトコンサートを行った。ツアーは、カリフォルニア州サンバーナーディーノで開催された、US フェスティバルでの20万5000人の観客の前で、行ったパフォーマンスで最高潮に達した。1983年の春、カムダンシングが、Waiting for You 以来のアメリカにおける最大のヒット曲となり、最高6位を記録した。また、 イギリスでは1972年以来のトップ20ヒットとなり最高12位を記録した。収録アルバム State of Confusion も同様にヒットしアメリカでは最高12位に達したが1967年以降のキンクスのアルバムと同様にイギリスではチャートインできなかった。アルバムからのもう一つのシングル思い出のダンスはアメリカで トップ30に入り、イギリスでは、マイナーなチャートにエントリーした。レイ・デイビス、グループの人気が低下し始めた1985年、ブリュッセルで、キンクスの2度目の人気の波は、ステート・オブ・コンフュージョンでピークに達したが、その成功は、薄れ始めた。この傾向は、同時代のブリティッシュ・ロック・バンド、ローリング・ストーンズや、ザ・フーにも影響を及ぼした。 1983年の後半、レイ・デイビスは、野心的なソロ映画プロジェクト、リターントゥ・ウォータールーの作業を開始した。これは、連続殺人犯であることを空想するロンドンの、通勤者についての物語である。この映画では若き頃の俳優のティム・ロースが重要な、役を演じている。新しい作品を書き、監督し、作曲するというレイのコミットメントは、 デーブとの関係に緊張を引き起こした。もう一つの問題は、クリッシー・ファインドとの波乱に満ちた関係の終焉であった。デーブ・デイビスとドラマーのミック・エイボリーの間の古い確執も再燃した。デーブは、最終的に、エイボリーとの協力を拒否し、アージェントの元ドラマーであるボブ・ヘンリットに参加を求めた。エイボリーは、バンドを去り、ヘンリットが加入した。まだ、 エイボリーと親しかったレイは、彼にコンクスタジオのマネージャーを依頼した。エイボリーはそれを受け入れ、その後のキンクスのアルバムで、プロデューサーと時折、ミュージシャンとして貢献した。リターン・トゥ・ウォーター・ルーの完成からエイボリーの、脱退までの間に、バンドは1984年11月に、リリースされた最後のアリスタでのアルバムである、ワード・オブ・マウスの作業を開始した。 本作では3曲に A ボリーが参加し、残りはヘンリ r ットとドラムマシンを使用して録音された。本作の収録曲は、例の Return to Waterloo のサウンドトラックにも何曲か収録された。1曲目の Do It Again は1985年4月にシングルとしてリリースされ、ビルボードホット100で41位を記録したが、 バンドにとって最後のチャートインとなった。アルバムのリリースと同時に、キンクスに関する最初の3冊の本が出版された。ジョン・サベージによる、ザ・キンクス、ザ・オフィシャル・バイオグラフィー、ロック評論家のジョン・メンデル・ゾーンによる、ザ・キンクス・クロニックルズ、ジョニー・ローガンによる、ザ・キンクス、ザ・サウンド・ンド・ザ・フューリーである。1986年の初めに、バンドは、 アメリカの MCA レコード及び、イギリスのロンドンレコードと契約した。その年の後半に、リリースされた新レーベルでの最初のアルバム、シンクビジュアルは中程度の成功を収め、ビルボードのアルバムチャート最高81位を記録した。バラード、ロストファウンドや、ワーキング・アット・ザ・ファクトリーのような曲は、組み立てラインに並ぶブルーカラーの生活に関するもので、あったが、 シンクビジュアルはバンドが10年にわたって利益を得てきた MTV ビデオへの攻撃であった。1987年にはライブアルバムザ・ロードを発表したが商業的には平凡な売り上げで高評価は得られなかった。1989年には UK ジャイブを発表したが商業的に失敗しチャートは122位を記録しただけであった。 MCA レコードは契約を解除し、キンクスは四半世紀ぶりにメジャーレーベルに所属しないこととなった。長年在籍していたキーボード奏者のヤンギ・ボンズがグループを去り、マーク・ヘイリーが加入した。1990年、キンクスはロックの伝道に資格を得たその年に入ることとなった。ミック・エイボリーとピート・クーエイフが受賞式に出席した。 しかし、電動入りが、キンクスの失速したキャリアを復活させることはなかった。MCA 時代のコンピレーション、ロストファウンドが契約上の義務を果たすために1991年にリリースされ、MCA との関係は正式に終了した。バンドは、その後、コロンビアレコードと契約し、1991年に5曲入りの EP、ィドゥヤをリリースした。 本作には1968年のヒット曲、Days の再演が収録されたが、チャート入りすることはなかった。4ピースのバンドに戻った、キンクスのコロンビアでの最初のアルバム、フォビアは1993年にリリースされた。ロイヤル・アルバート・ホールでのコンサートは満員となったが、マーク・ヘイリーがバンドを離れ、アメリカツアーの前に、イアン・ゲ・ボンズが再加入した。フォビアは、 アメリカのビルボードチャートに1週間だけ止まり、最高位は166位であった。それまでにバンドにとって普通になったように、イギリスでは印象に残らなかった。シングル、オンリーやドリームは、イギリスではチャートにわずかに届かなかった。スカッタードは、シングルとしてのリリースが発表され、テレビやラジオで、プロモーションが行われたが、レコード店では販売されなかった。数ヶ月後に、 コレクター市場に少数が流通した。キンクスは1994年にコロンビアとの契約が終了した。バンドは同年、イギリスで自身のコンクレーベルからトゥザボーンをリリースした。このアコースティックライブを収録したアルバムは1993年と1994年の大成功を収めたイギリスツアーで一部が録音され、一部はコンクスタジオで 少数の招待された聴衆の前で録音された。2年後、バンドはアメリカで同名の拡大版2枚組アルバムをリリースした。この2枚組アルバムは、スタジオ録音の新曲、アニマルとトゥザ・ボーンが収められた。この他にも、バンドの過去のヒット曲が多数含まれた。本作は、好意的な評価を得たが、アメリカでも、イギリスでもチャートインすることはできなかった。 バンドのプロフィールは、主に、ブリッドポップブームの結果として、1990年代半ばに大幅に上昇した。多くの有名なバンドが、キンクスから大きな影響を受けたと語った。そのような賞賛があったにもかかわらず、グループの商業的な可能性は低下し続けた。彼らの活動は縮小し、レイとデーブは、自らの利益を追求するようになった。 それぞれが自伝を発表した。例の x、x 例 a は1995年の初めに出版され、デイズの回想録、キンクは1年後に出版された。キンクスは1996年半ばに最後の講演を行い、デイブの50歳の誕生日のパーティーで最後に一緒になるために集まった。キンクスの年代視野で、歴史家のダグ・ヒンマンは次のように述べている。 イベントの象徴性は見逃せなかった。パーティーは、ロンドン北部のフォーティスグリーンにある子供の頃の家の、向かいにある、兄弟の最初の音楽活動の場所である、クリソルド・アームズ・パブで開催された。ダコタ・クリーク・ロード・ハウスのデイブ・デイビス、2002年その後、バンドのメンバーは、ソロプロジェクトに集中し、デイビス兄弟は共に、独自のスタジオアルバムをリリースした。 キンクス再会の話が広まったが、レイもデーブも一緒に演奏することに、あまり関心を示さなかった。一方、元メンバーのジョンゴスリング、ジョン・ダルトン、ミック・エイボリーは1994年に再会し、ギタリスト、ボーカリストのデーブ・クラークと一緒に、カスト・オフ・キンクスとして、活動を始めた。レイ・デイビスは1998年に、X ・レイと関連するソロアルバム、 ストーリーテラーをリリースした。もともとは2年前にキャバレースタイルのショーとして書かれ、彼の古いバンドと疎遠になった兄弟を祝ったものであった。例の音楽、対話、回想形式でのプログラミングの可能性を見て、アメリカの音楽テレビネットワーク VH1 は、VH1 ストーリーテラーズというタイトルの確立されたロックアーティストをフィーチャーした一連の同様の プロジェクトを立ち上げた。デーブ・デイビスは2003年の初めに、キンクスの再会について、好意的に話し、グループ結成40周年が近づくと、デイビス兄弟は再び一緒に活動することに興味を示した。しかし、2004年6月に、デイブがエレベーターを出るときに、脳卒中を起こし、一時的に話したりギターを演奏したりすることができなくなり、 再結成への期待は打ち砕かれた。デーブの回復後、キンクスは2005年11月に、イギリスの音楽伝道入りし、4人のオリジナルメンバー、全員が出席した。伝道入りは、バンドのレコード販売に貢献した。2007年8月、バンドのキャリアにまたがる素材を集めた、アルティメイトコレクションがリリースされ、UK トップ100アルバムチャートで32位。 UK インディアルバムチャートで1位に達した。10年以上腎臓透析を受けていたクーエイフは2010年6月23日に66歳で死去した。2018年1月20日、長年のベーシストであるジムロッド・フォードが76歳で死去した。2019年7月には、キーボードのヤンギ・ボンズがガンで死去した。 2018年6月、デイビス兄弟は、エイボリーと一緒に、新しいキンクスのスタジオアルバムに取り組んでいると、語った。2019年7月、バンドは再び新しい音楽に取り組んでいると述べたが、2020年12月の、ニューヨークタイムズとのインタビューで、レイ・デイビスは、デイブとまた仕事をしたいか彼が僕と一緒に働くなら、と語った。 2021年1月に発表されたインタビューで再結成について尋ねられた時、デイブ・デイビスは僕たちはそれについて話していた。つまり、たくさんの資料があるということだ。それはまだ起こる、可能性がある。と語っている。後にキンクスとなるレイ・デイビス・カルテットの最初のライブパフォーマンスは、1962年に、 彼らの通う学校であるウィリアム・グリム賞のダンスで行われた。バンドは1964年初頭にその名をキンクスに決定するが、1962年から1963年の間にいくつかの名前、ピート・クーエイフ・バンド、ボー・ウィー・ビルズ、ザ・ラムロッズ、ザ・レイブンズ・マイナスで演奏した。例は1963年のバレンタインデーの ホーンジータウンホールでのパフォーマンスがバンドが本当に誕生した時だったと述べている。キンクスはマンフレッドマン、ハニーカムズと共にパッケージの一部として1965年1月にオーストラリアとニュージーランドで最初のツアーを行った。彼らは1965年を通して精力的にパッケージツアーに加わり、ヤードバーズや ミッキー・フィンなどのアーティストと共にツアーを行った。メンバーの間に緊張が生じ始め、5月19日に、ウェールズのカーディフにある、キャピトルシアターでのコンサートで、ミック・エイボリーとデイブ・デイビスが、ステージ上で乱闘を行うに至った。最初の曲、You, r e a l l y g o t Me を終えた後、デイビスは、エイボリーを侮辱し、ドラムセットを蹴った。エイボリーは、 ハイハットスタンドでデイビスを殴り、彼が意識を失うと殺してしまったかと恐れて会場から逃げ出した。デイビスはカーディフ王立診療所に運ばれ、そこで頭を16針縫った。警察をなだめるために、エイボリーは後にバンドメンバーがお互いに楽器を投げつけるという新しいパフォーマンスの一部であると主張した。1965年夏のアメリカツアーの後、 米国音楽家連盟は、ステージ上での粗暴な振る舞いのために、バンドが、今後4年間アメリカで、コンサートに出演することを許可しなかった。1969年4月、令和、米国音楽家連盟によるバンドの活動禁止の終了交渉を支援し、北米ツアーの計画が許可された。しかし、続く数年間で彼は崩壊した。 結婚生活が原因となり、うつ状態に陥り、それは1973年に、ロンドンのホワイトシティスタジアムでのコンサートで、すべてにうんざりしているとステージ上で発言したことで、最高潮に達した。メロディメーカー誌に掲載されたコンサートのレビューは次のように述べている。デイビスはステージで誓った。彼は、ホワイトシティに立ち、彼が、F、ママ。 すべてにうんざりしていると誓った。彼は、それで、ここまでうんざりしている。そして聞いた人々は首を横に振った。ミックは信じられないほどの笑顔を思い切って、ドラマー、ママ、は、ウォータールーサンセットを通り抜けた。例はバンドがステージを離れる時に、キンクスが解散したことを発表しようとしたが、この試みは、バンドのマネジメントスタッフが、 マイクシステムのプラグを抜いたために失敗に終わった。キンクスの音楽スタイルは当時人気のあった R&B とブルースであった。その後、キングスメンの類類の影響を受けてより大音量のロックとハードロックのサウンドを開発した。この分野への先駆的な貢献により彼らはしばしばオリジナルパンクスと呼ばれてきた。デイブ・デイビスは このギターの音に本当に飽きていた、または面白い音がなかったので、マスウェルヒルのラジオ部品ショップから、小さな緑色のアンプ、エルピコを購入し、それをいじった。それには、スピーカーに配線を接続し、そこにジャックプラグを接続して、AC30 に直接接続することが含まれたが、望んだ音は得られず、彼は、イライラして、片刃のジレットのカミソリを使って、 スピーカーのコーンの周りをカットした。それで全てが切られたが、くっついたままであった。僕は演奏して、素晴らしいと思った。アンプで歪んだ音は、スタジオで複製された。エルピコア AC30 に接続され、その結果得られた効果は、キンクスの初期のレコーディングで活用された。特に、ユーリアリーガッドミート右と、オールオブザナイトで、特徴的であった。 1966年以降、キンクスは、他の多くのイギリスのバンドが、アメリカンブルースや R&B、ポップスタイルを支持して、イギリスのトラディショナルスタイルから脱却した時期に、イギリスの音楽と文化の伝統を遵守することで、知られるようになった。レイ・デイビスは1965年の明確な瞬間に、 アメリカのシーンから脱却し、より内省的で、インテリジェントな曲を書くことを決意したことを思い出した。僕はもっと言葉を使って、物事を言おうと決めた。Well Respected Man を書いた。それは、僕が書いた、最初の本物の言葉思考の歌であった。僕のアクセントをアメリカ化する試みを断念した。キンクスのイギリススタイルへの忠誠は、 米国音楽家連盟によって課された演奏禁止によって強化された。この禁止措置により彼らは世界最大の音楽市場であるアメリカから切り離されイギリスとヨーロッパ本土に集中することを余儀なくされた。キンクスは1960年代の残りの期間を通じてイギリススタイルのサウンドを拡張しハープシコード、アコースティックギター、メロトロン、 フォーンを使用して、ミュージックホール、フォーク、バロック音楽の要素を、フェース・トゥ・フェース、サムシング・エルス、ビレッジ・グリーン・プリザーベーション・ソサエティー、アーサー、もしくは、大英帝国の衰退並びに、滅亡といったアルバムに取り入れ、この時代の最も影響力のある重要な音楽の、いくつかを生み出している。この世は全て小ビジネスから、レー・デービスは、 グループのアルバムで演劇のコンセプトを探求し始めた。これらのテーマは1973年のアルバム、プリザベーション大一幕で明らかになり、不良少年のメロディ愛の無知への傾向と対策まで続いた。キンクスはこれらのコンセプトアルバムで、商業的にあまり成功せず、RCA との契約を解除された。1977年に、 彼らはより伝統的なロックフォーマットを主張したアリスタレコードに移籍する。商業的成功への復帰を告げたスリープウォーカーは彼らの標準となる主流の比較的洗練された制作スタイルを特徴としていた。バンドはローバジェットでハードロックに戻り残りのキャリアを通じてこのジャンルでレコーディングを続けたが1980年代にはポップミュージックにも挑戦している。 彼らのポップ志向の曲は Give the People What They Want から始まり最新作まで全てのアルバムで聴くことができる。ポップなサウンドが特徴の曲には Better ス i n g s が含まれる。キンクスは1960年代から1970年代初頭にかけて最も影響力のあるロックミュージシャンの一つとみなされている。スティーブントマス・ワール・ワインは彼らを ブリティッシュ・インベージョンの最も影響力のあるバンドの一つ、と評した。彼らは、ローリング・ストーン氏の、史上最高のアーティスト100人のリストで65位に、ランクされた。キンクスの影響を受けたアーティストには、ラモーンズ、ザ・クラッシュ、ブロンディア、ザ・ジャムといった、パンクロックグループや、バンヘイレンのようなヘビーメタルバンド、オアシス、ブラーやパルプのようなブリッド・ポップバンドが含まれる。 ザ・バインズのフロントマン、クレイグ・ニコレズはキンクスについて、偉大なソングライター、歌唱評価されていると表現した。キンクスの同時代のザ・フーのギタリストである、ピート・タウンゼンとは、レイ・デイビスが、非常に、非常に、非常に最初から僕に影響を与えた、ポップライティングのための新しい種類の詩と、新しい種類の言語を発明したと語っている。ジョン・サベージは、 キンクスは、ドアーズ、ラブ、ジェファーソンエアプレーンのような1960年代後半のアメリカのサイケデリック・ロックグループに影響を与えたと書いている。音楽作家や他のミュージシャンは、ハードロックやヘビーメタルの発展に対するキンクスの影響を認めている。音楽学者のジョー・ハリントンは次のように述べている。ユーリアリー・ガット、ミー、オール・オブ・ザ・ナイト、アイ・ニー・ド・ユーは、 サンコードのジャンル全体の前身であった。キンクスはロックンロールをロックに変えるために、たくさんのことをした。クイーンのギタリストのブライアン名は、リフベースの音楽に成長した詩を植えたことで、キンクスの功績を認めた。ローリングストーン氏の、ローリングストーンの選ぶオールタイム、ベストアルバム500には、ビレッジグリーンプリザーベーションソサエティと、サムシングエルスの2枚が、ランクインしている。また、 ローリングストーンの選ぶオールタイムグレイテストソング500ではウォーター・ルー・サンセットとユーリア・リー・ガット・ミーの2曲がランクインしている。レイ・デイビスの初期の人生とキンクスの結成に基づいたミュージカルサニー・アフタヌーンが2014年4月にハムステッド・シアターで上演された。タイトルはバンドの1966年のヒットシングルサニー・アフタヌーンに由来し、 バンドのバックカタログからの曲をフィーチャーしている。2015年にジュリアン・テンプルがキンクスの電気映画ユーリアリー・ガット・目を監督すると伝えられたが2021年の時点ではこのプロジェクトから何も制作されていない。テンプルは以前レイ・デービスに関するイマジナリー・マンというタイトルのドキュメンタリーを制作している。 現メンバー元メンバーを主なアルバム参加キンクスは1964年から1996年までの30年以上にわたって活動し24枚のスタジオアルバムと4枚のライブアルバムをリリースした最初の2枚のアルバムは EP 版の人気の違いと一部の理由によりヒットシングルを含むアメリカのアルバムとそうでないイギリスのアルバムのように イギリスとアメリカでリリース形式が異なった。1965年のキンク・コントラバーシーの後、アルバムの内容はイギリスとアメリカで同一になった。世界中で100から200のコンピレーションアルバムがリリースされている。彼らのヒットシングルには3つのイギリスナンバーワンシングルが含まれている。さらに、1960年代だけで18のトップ40シングル。 また1970年代及び1980年代にもトップ40シングルがある。キンクスはアメリカのビルボードチャートで5つのトップ10シングルを獲得した。彼らのアルバムのうち9枚がトップ42ランクインした。イギリスではグループは17枚のトップ20シングルと5枚のトップ10アルバムがある。RIAA はキンクスの4枚のアルバムを ゴールドレコードとして認定している。1965年にリリースされたグレイテストヒッツは1968年11月28日に100万の売り上げでゴールド認定を受けた。これは世界中でチャートインできなかったビレ l l a g e Green p r e s e r v a t のリリースから6日後のことであった。グループは1979年のローバジェットまで 新たなゴールドレコードを受賞することはなかった。1980年のライブアルバム、One for the Road は、1980年12月8日に、ゴールド認定を受けた。1981年にリリースされた、Give the People What They Want は、1982年1月25日に50万枚の売上で認定を受けた。 リリース時にはそれほどの売り上げがなかったビレッジグリーンプリザベーションソサエティは2018年に10万枚以上を販売したことでイギリスでゴールドディスクを授与された。アスキャップはヒットシングルカムダンシングを1983年の最も演奏された曲の一つとしてキンクスに賞を授与した。ありがとうございます。